皆さんどうもこんにちは、サラズです。お初の方は初めまして。素晴らしきこの世界実況プレイパート52、今回も続きからやっていきたいと思います。それじゃあこの間は黒色のノイズに襲われたんですけど、行けるようになったのでセンター街入り口に行きたいと思います。くそ、今日は厄介なノイズが多い。何なんだあのノイズ。ノイズの種類は大きく分けて2種類。 RG の人間のネガティブ感情から自然発生したノラノイズ、 UG の死神が参加者を消すために作ったノイズ。ノラノイズは参加者を襲ってこないから。オブジェ死神が本気で参加者を消しに来てるってことか。そうだろうね。くそ。だとしても俺は絶対に負けられない。行くぞ。ここになんかピグノイズがいるみたいですね。っていうかノラノイズって犬みたいな言い方しなくても。どこにいるんだろう。集中しろ。ん？どこにいるんだ本当に。緑色のノイズシンボルはどこだ？反応はしてるんだけどな。あれ？集中しろ。いた！こんな端っこに。戦うだけ無駄だよ。それ。なんでそんな強いの？なんでそんな強いの？三しか食らわないってどういうこと？集中しろ。なんか強いの？ネク君よろしく。違う違う、やりたいことが違う。あ、ブート中なんだ。ブースト強い。じゃあ装備を変えよう。でねねきり丸をちょっとどけてもらって、エース金沢にしよう。それでもあんまり食らわないかもしれないけど。感覚を研ぎ澄ませる。ちょっと前のパートを取った時と別日に取っているので、あんまり操作があれじゃないかもしれないです。しかね、鈴でもそんだけしか食らわないってどういうこと。もういいよ、諦めるよ。どうせ頑張ったっていいバッジくれないんだろ。動画時間的にあれなので、ここはちょっと飛ばしたいと思います。本当はカットしてるうちにやれたらよかったんですけど、ちょっとカットしてもできるか不安なので。誰の声だろう。うわあ、あれは、死神さんが襲われてたの。マジか。だったらあんな高い声じゃないな。なんだよこのノイズ。死神がノイズに襲われてる。ネク君どうする。赤い死神が襲われている。助ける。先を急ぐ。いや、ここは助けようよ。あいつを助けるぞ。はいはい。何っていうか、ヨシュアのこのポーズもしかして初めて見たかな。わかんないけど。またノイズが。どうやら彼を助ける前にこっちのノイズを倒す必要があるみたいだね。くそ。このノイズから片付けるぞ。ということで、こっちはこっちで戦闘ということらしいですね。いやー、かっこいいな。イタチが黒いとかっこいいぞ。
てかイタチにほんと見えないんだよね。お前どう考えたって竜だろ、もしくはヘビだろ。ポケモンでいうドラゴンタイプだろお前。ああ当たってないよ。なんか黒いノイズは高級がこっちに来てるときじゃないとあんまり食らわないんだっけ。必殺技、もう操作に夢中で何もコメントができない、喋れない。言ってる暇あったら戦えよって感じなんですけど。当たってねえよ、全然当たってねえよ。強い、次もよろしくね。ガードだと、くそーこいつ生意気にもガードしやがった。まだこれからだ、強いな、硬いな。じゃあね、結構やるな、任せろ。まだこれからさ、もういいよ。やっと終わった、長い。当然だね、本当に強いな。レベル上げなきゃダメ。しっかり頼むよネック君。なんかバッチ拾った、5000円をゲット。あの死神はいないみたいだね。助けられなかった。ネク君が気にすることじゃないよ。それにしてもあのノイズ、死神も襲うなんて。死神が作ったノイズは死神を襲わないのか。そう聞いたけど、どうなってるんだ。 LIVE をゲット。ライブ、マイクに向かって声を出すと衝撃波が発生し、すべての敵に連続でダメージを与えると同時に確実に状態異常を行動不能にする。何これ超いいじゃん、めっちゃ使いたいけど DS で使ってるわけじゃないので使えない。くそー、攻撃力の高さによってはエースになり得るバッチなんですけど。A クラスでレベル1の状態で攻撃力55とか。あ、でも進化しないし威力も上昇しないのか。でも毎回攻撃が相手の行動が不能になるっていうのは結構美味しいですよね。でもまあ使えないからしょうがない、諦めよう。ここら辺のバッチいらないやつが溜まってるな。まあ、ここら辺の処理は後でやっておきます。で、ちなみに今ネクは秘伝のラーメンを食べさせて、こう、防御力かな、喋れてない、防御力を2アップさせるためにラーメンを食べさせてます。で、ヨシュアはヒットポイントを上げてもらってます。あと2戦ったら消化しますね。で、レベルが1個上がったので64レベルになっています。そんな感じです。一応入ってみようか、なんか増えてるか。はい、増えてないですね。これは普通に、あ、青色のボスのノイズシンボルがいる。だとちょっと怖いのでセーブしてから行きましょう。一応戦ってみたいと思います。戦ってで情報収集したいみたいな感じだったので、行けるとこにはとりあえず行きたいんですけど。強そうだな、怖いな、でも頑張ります。うわ、何これ、色違いすぎる、かっこいいな。うわ、かっこいい、超かっこいい。何これ、炎タイプ、
って言うとまたポケモンってなるか。うわやべえ。もともとこのヘビみたいなタイプのやつなんか形的にかっこよくて好きなんですけど、黒色もかっこよかったけど赤色もかっこいいですね。そして強い。うわ強いな。ヒットポイント結構削られてる。回りすぎじゃね。トロトロ攻撃やめてくれてもいいんじゃね。回ってる時当たると痛いんだよ。なんで交互に回るの。こんな至近距離でさ、痛いって言ってんじゃん。痛いって言ってんじゃん。うわーやっぱ強い。タイトル画面に戻ってノーマルモードで、ハードじゃなくてノーマルにして戦おう。こいつは倒しておきたい。今度こそ頑張るぞ。強いよ、硬いよ。必殺技。勝手に決めるな。痛い。ハサミ打ちはダメだよ。ハサミ打ちはずるいよ。片方回ってるときはもう片方を攻撃するしかないな。迂闊に近寄ると食らうからな。長いな回ってる時間が。痛いって言ってんじゃん。逃げる。痛い。2体とも回ってるとか逃げるしかないじゃん。必殺技きたー。っていうか上のやつら回り方おかしくないか。あんな竜巻みたいなことになってんの。上画面怖えー。いやー逃げ道がないよ。竜巻になってる。怖い。今攻撃しない方がいいよな。何これ。お前ら攻撃ターン長すぎだろ。はっ、びっくりした。長えよ攻撃行動っていうか、なんか動きを封じるためにこのワイヤーみたいなチェーンみたいなやつやりたかったんですけど、やれなかった。ブート中だったのかな、それともうまくできてなかったのか。おーやった、勝った。あの竜巻やった時点でもうちょっとで倒せるかなとは思ったけど、やったー。難易度がノーマルだったら結構いけますね。ランク C、 すいません。なんか拾ったぞバッチ。カオティックツイスター C クラス、攻撃力52、レベルは3まで上がると、マイクに向かって息を吹きかけると竜巻が発生し、全ての敵にダメージを与えると同時に確実に状態異常行動不能にする。なるほどね。さっきイベントで入手したこのライブっていうバッジと息と声が違うだけで似たような感じの性能を持ってるってことですね。ただこっちの方が C クラスなので少し
なんだろう、使用回数も1回だし、まあレベルが上がったら変わるかもしれないですけど、あ、でも使用数増加×って書いてあるな。こっちの方が威力は落ちるってことですかね。攻撃力はこっちの方が52なんですけど、こっちは55だしな。とりあえず使えないバッジということは分かりました。セーブして先に進みましょう。よし。とりあえずネネキリムルがレベル5に上がったから、まあいいか。お、誰かいる。あ、あれは。くそ、またノイズか。ごめん、ソータ、私。諦めるな。最後まで残って生き返るんだ。そうしたいけど、もうダメみたい。ごめんね。ナオ。ナオ。畜生。畜生。あれは。パートナーが消滅。もう彼はどのみち消滅する。ネク君、どうするの？助けに行くの？ナオとソータが襲われている。助ける。助ける。行くぞ。英雄バッジをもらったお礼がしたい。畜生。ナオ、俺もここまでか。低い声が出ない。お前たち、これはネクの声かな。ここは俺たちが戦う。行くぞ。うん。吹き出しがね、どっちから出てるか分かりにくい時が多いんですけど、一人称が俺はネクで、僕だったらヨシワかなと思ってます。分かりやすいな。ちょっと待って、喋ってると本当に戦えない。ゼロとかさ、食らってよ。ガードしてないのにダメージゼロって何？硬すぎだろ。必殺技。なんか強い敵と戦っている時に必殺技って大事ですよね。ヒットポイント回復のこともありますけど、全体に食らうっていうか、ダメージを与えられるっていうのがすごく大きいです。命中率が悪いのでね。なんか喋りながらプレイしてると特に命中率が下がってるんですよ。なんかまだ一匹右上にいた気がする。あれ、倒したのか。さすがヨシュア。当然だね。高麗人参消化。ヒットポイントが20アップしました。ランクは B。 ディフェンドプラスをゲット。ヨシュア専用。大丈夫か？ああ、助かったぜ。って言っても、ナオが消えちまったからな。俺ももうじき。もう少し早く来てれば。お前たちのせいじゃねえよ。俺がナオを守りきれなかった。それだけだ。ネクとヨシュアって言ったよな。ああ。お前たちは最後まで残れよ。エントリー料にされたパートナー取り返して、必ず三人で生き返るよ。くそ、間に合わなかった。また目の前で、助けられなかった。生き残りはもう、僕たちだけなのかもしれないね。くっ、また死神の思うツボか。頭に来る？当たり前だ。俺たちは死神のおもちゃじゃない。ちょっとすいません。今変なのが入ったので、一部カットしました。でも僕たちは生き残ってる。
それで十分さ。生き残れなかった奴らはどうなる？死神たちのせいでたくさんの参加者が消されたんだぞ。そんなの関係ないでしょ、ネク君には。他の参加者がどうなったって。違う。え？確かに参加者は他人同士だ。参加者だけじゃない、道行く人たちもみんな他人だ。お互いの立場も境遇も価値観も考え方も違う。けどこの渋谷で出会って、少しだけだけど話をして、少しだけだけど感じたんだ。俺の世界がほんの少しだけ広がるのを。だからそんな人たちを全く関係ないって、そんな簡単に割り切りたくない。どうしたの？ネク君らしくないよ。周りに期待するだけ無駄。人と人は分かり合えっこないでしょ。全力で今を楽しめ。え？今を楽しむってことは世界を広げること。羽駒さんが言ってた意味がやっと分かった気がする。自分一人だけじゃいつまで経っても広がらない。だから人と関わって世界を広げていくんだ。そういう考え方もあるかもね。他人と触れ合うからこそ今までと違う自分を発見できる。そんなところかな。さあ急ごう。ミッションは僕たちが来る。うわー、噛んだ。こんなところで噛むなんて。ミッションは僕たちがクリアするしかなさそうだしね。ベロシティアタックをゲット。猫をドラッグしてダッシュさせると体当たりで敵にダメージを与えることができる。いやもう低い声もってか声が出せないし、キャラクター同士の噛むし、変なところでちょっとトラブルを発生するし、まあ一部映り込んじゃったって感じだったんですけど、さっきのはもう本当に今回もダメダメで本当申し訳ないです。とりあえず行ける方に行きたいんですけど、ピン底の方には行けないんですね。じゃあしぶきヘッズに向かうしかないな。今日はルート5だけが開いてるようだね。ルート5ってどこのことだ？スクランブルから宇田川町の通りのことだよ。じゃあこの 2.236067 9の数字って富士36に大むなくルート5ってことさ。くそ、ふざけやがって。じゃあルート5の0と5って。ルート5は全部で6エリア。スクランブルセンター街 AMX 千鳥足会館と、間違えた、渋丘ヘッズ宇田川町。スクランブルを0として番号を振ると、0はスクランブル、5は宇田川町か。つまり今日のミッションはスクランブル交差点と宇田川町、それぞれのボスを倒せってことだね。こんなミッションさっさと終わらせてやる。宇田川町へ行くぞ。ということで今回のミッションの内容が、間違えた、内容が分かったところで、このパート区切りを入れたいと思います。もうほんとグダグダだったな。ピグノイズシンボルは倒せないし、ボスノイズシンボルはハードだと負けるし、ほんとダメダメでしたが、ここまでご視聴くださってありがとうございました。次回は2つのボス、もしかしたら2つは無理かもしれませんが、片方だけでも倒しに行きたいと思います。もしよかったら次回も見てください。それでは。